中島厚志。今でもパラオ本島、ことに小際ルからガラルドへかけての島民で、ギラコシさんとその妻エビルの話を知らないものはない。ガクラオブラクのギラコシさんは、大変におとなしい男だった。その妻のエビルはすこぶる多情で、ブラクの誰彼といつも浮き名を流しては夫を悲しませていた。 エビルは浮気者だったので、こういう時に、けれどもという接続詞を使いたがるのは、音体人の論理に過ぎない。また、大の焼き持ち屋でもあった。己の浮気に夫が当然浮気を持って報いるであろうことを極度に恐れたのである。夫が道の真ん中を歩かずに左側を歩くと、その左側の家々の娘どもは、エビルの疑いを受けた。 逆に右側を歩くと右側の家々の女たちに気があるのだろうと言ってギラコシさんは責められるのである。村の平和と彼自身の魂の安静とのために哀れなギラコシさんは狭い道の真ん中を右にも左にも目をやらずにただ真下の白い眩しい砂だけを見つめながらおずおずと歩かねばならなかった。パラオ地方では 地上に絡む女同士の喧嘩のことをヘルリスと名付ける。恋人を取られた、あるいは取られたと考えた女が恋敵のところへ押しかけていってこれに戦を挑むのである。戦は常に囚人監視の中で堂々と行われる。何人もその仲裁を試みることは許されぬ。人々は楽しい興奮を持って見物するだけだ。 この戦は単に口舌にとどまらず、腕力を持って最後の勝敗を決する。ただし、武器刃物類を用いないのが原則である。二人の黒い女がわめき、叫び、突き、すねり、泣き、倒れる。衣類が、昔はあまり衣類をまとう習慣がなかったが、それだけにそのわずかの被服物は、 最低限の絶対必要物であった。むしり破られることは言うまでもない。大抵の場合、衣類をことごとくむしり取られて、ついに立って歩けなくなった方が負け、と判定されるようである。それまでにはもちろん双方ともつねり傷、ひっかき傷の30箇所や50箇所は覆っている。結局、相手を素裸にして打ち倒した女が外貨を上げ、 常時における正しきものと認められ、今まで厳正中立を保って見物していた囚人から祝福を受ける。勝者は常に正しく、従って神々の優女祝福を受けるものだからである。さて、ギラコシさんの妻エビルは、このヘルリスを人妻と言わず、娘と言わず、女でない女を除いた、 あらゆる村の女に向かって仕掛けた。そうしてほとんどすべての場合、相手の女を常に引っかき突き飛ばしたあげく、丸裸に引き向いてしまった。エビルは腕も足もあくまで太く、漁力に引い出た女だったのである。エビルの多情は囚人周知の事実だったにもかかわらず、彼女の数々の常事は結果から見て、 正しいと言われなければならない。ヘルリスにおける勝利という動かし難い輝かしい証拠があるのだから。こうした実証を伴う偏見ほど老子たるものはない。実際エビルは彼女の現実の常時は常に正義であり、夫の想像された常時は常に不正であると固く信じていた。哀れなのはギラコシさんである。 妻の口絶と腕力とによる日ごとの責めくの他に、かかる動かしがたい証拠を前にして、彼は本当に妻が正しく、己が不正なのかもしれぬという良心的な会議にまで苦しまねばならなかった。偶然が彼に恵まなかったなら、彼は日々の重みのために押しつぶされてしまったかもしれぬ。その頃、パラオの島々には、 モゴルと呼ばれる制度があった。ヘルデベヘルのア・バイに未婚の女が泊まり込んで、炊事をする傍ら、娼婦のような仕事をするのである。その女は必ずタブラクから来る。自発的に来る場合もあり、敗戦の結果強制的に出させられることもある。ギラコシさんの住んでいるガクラオのア・バイに、たまたま、 グレパンブラクの女がモゴルに来た。名をリメイといって非常な美人である。ギラコシさんが初めてこの女をアバイの裏の炊事場で見たとき、彼は呆然としてしばらく貯立した。その女の黒彫堀の古い心臓のような美に打たれたばかりではない。何か運命的な予感が、この女によってのみ、 自分は現在の女房の圧政から免れられるかもしれぬという、哀れにも花ダ打算的な予感がしたのである。彼のこの予感は、彼を見返した女の熱情的な行使、リメイは大変長いまつげと大きな黒い目と思っていた、によってさらに裏付けられた。その日以来、ギラコシさんとリメイとは恋仲になったのである。 モゴルの女は、一人でヘルデベヘルの会員の全てに接する場合もあれば、ある特別の少数、あるいは一人だけに限る場合もある。それは女の自由に任せられるのであって、組合の方で強制するわけにはいかない。理名は、既婚者ギラコシさん一人だけを選んだ。男自慢の青年どもの流し目もくどきも、 その他の微妙な挑発的手段も彼女の心を引くことができない。ギラコシさんにとって今や世界は一変した。女房の暗雲のような重圧にもかかわらず、外には依然日が輝き、青空には白雲が美しく流れ、木々には小鳥がさえずっていることを彼は十年この方初めて発見したように思った。 エビルの警眼が夫の顔色の変化を認めないわけがない。彼女は直ちにその原因を突き止めた。一夜、徹底的に夫を休断した後、翌朝、ヘルデペヘルのアーバイに向かって出かけた。夫を奪おうとした憎むべきリメイに断固としてヘルリスを挑むべく、人手に襲いかかる大凧のような猛烈さで、彼女はアーバイの中に侵入した。 ところが、人手と思った相手は、意外なことに痺れえいであった。ひとつかみと踊りかかった大凧は、たちまち手足を激しく刺されて退却せねばならなかった。骨髄に徹する像を、右腕一つに込めて繰り出したエビルの月は二倍の力で跳ね返され、敵の横腹をつねろうとする彼女の手首は造作なくねじ上げられた。悔しさに半ば泣きながら、 渾身の力を持って体当たりを試みたが、巧みに手をかわされて前にのめり、柱に嫌というほど額をぶっつけた。目がくらんで倒れるところへ相手が襲いかかって、瞬く間にエビルの着物はことごとくむしり去られた。エビルが負けた。過去十年間無敵を誇った女女夫、エビルが、 最も大事なヘルリスに惨敗を喫したのである。アバイの柱柱に掘られた奇怪な心臓の顔も、事の意外に目を見張り、天井の闇にぶら下がってダミンをむさぼっていたコウモリどもも、この陳時に行転して表へ飛び出した。アバイの壁の隙間から一部始終を覗いていた夫のギラコシさんは、半ば驚き半ば喜び、 大体において恐れ惑うた。リメインによって救われぬかもしれぬとの予感が実現しようとしているのはありがたかったが、何しろ無敵のエビルが破れるなどという大返事を前にして、一体この事柄をどう捉えていいのか、またこの事件が斧紙にどう影響してくるのか、大いに恐れ惑わざるを得なかったのである。さて、 エビルはかすり傷だらけの体に一死もまとわず、髪の毛に剃られたサムソンのごとくに焦然と前を押さえながら家に戻った。すでに習慣となっていた卑屈さのせいで、ギラコシさんはリメイともに、あ、倍にとどまって勝利の歓喜を分かつことはせず、幾時なくも負けた女房の後についてのこのこと帰ってきた。初めて敗北のみじめさを知った英雄は、 二日二晩悔し泣きに泣き続けた。三日目にようやく泣き声が止むと、今度は猛烈な罵声がこれに変わった。悔し涙のもとに、日昼夜の間沈潜していた嫉妬と憤怒とが、今や凄まじい方向となって、弱き夫の上に炸裂したのである。ヤシの葉を叩くスコールのごとく、パンの木に泣くセミしぐれのごとく、 干渉の外に荒れ狂う怒涛のごとく、ありとあらゆるバリ雑言が夫の上に降り注いだ。火花のように、雷光のように、毒のある花粉のように、険しい悪意の微粒子が家中に散乱した。低粛な妻を裏切った不審な夫は、干悪な海蛇だ。生子の腹から生まれた怪物だ。不牧に湧く毒キノコ。 小学帽の排泄物、カビの中で一番下劣なやつ、下痢をした猿、羽の抜けたハゲカワセミ、よそからモゴルに来たあの女と来たら、淫乱なメス豚だ、母を知らない家なし女だ、歯に毒を持ったヤウス魚、凶悪なオオトカゲ、海の底の吸血魔、残忍な玉海魚、そして自分は、その猛魚に足を食い切られた哀れな優しいメスダコだ。 あまりの激しさ騒々しさに、夫は耳がろうしたように呆然としていた。一時は自分がすっかり無感覚になったような気がした。対策を考える暇などはないのである。怒鳴り疲れた妻がちょっと息を切って、やし水に喉を潤す段になって、やっと今まで盛んに空中に撒き散らされた場言が、 カポックの木の棘のようにチクチクと彼の皮膚を刺すのを感じた。習慣は我々の王者である。このような目に遭いながら、妻の絶対先生になれたギラコシさんは、まだアバイの利明のもとに逃げ出す決心がつかないでいた。彼はただ愛願して、ひたすらに友情を恋うばかりである。狂乱と暴風の一昼夜の後、ようやく和解が成立した。 ただし、ギラコシさんがきっぱりとあのモゴルの女と切れた上で、自らはるばるカヤンガル島に渡り、その地の名産たる玉ナジュで、豪勢なオイラオルを作らせ、それを持ち帰った上で、その披露方々二人の夫婦固めの式を行う、という条件付きである。パラオ人はウドウドと共演との交換によって結婚式を済ませてから、数年のうちにまた改めて、 無るをすることがある。もちろんこれには多額の費用がいるので、金持ちだけがこれをするのだが、大して豊かでないギラコシさん夫婦は、まだこれをしていなかった。今この上になおオイラオルまでも作るということは、並々ならぬ経済上の無理を伴うものだったが、妻の機嫌を取り結ぶためには何とも仕方がなかった。彼は泣けなしのうどうどうを残らず携えて、 カヤンガル島に渡った。格好な玉名材はすぐに切り出されたが、オイラオルの製作には大変暇がかかった。何しろ足が一つできたと言っては皆を集めて人踊り、祝いの踊りをし、表面がうまく削れたと言ってはまた人踊りするので、なかなか墓がいかない。はじめ細かった月が一旦丸くなり、 それがまた細くなるまでかかってしまった。その間、カヤンガルの浜辺の小屋に置き不ししながら、ギラコシさんは、時々懐かしいリメイのことを心細く思い浮かべた。あのヘルリス以来、自分があの女に会いに行けない悔しさを、果たしてリメイはわかってくれているだろうかと。一月の後、ギラコシさんは莫大なうどうどを職人たちに支払い、 新しい見事なオイラオルを小舟に積んでガクラオに帰った。彼がガクラオの浜に着いた時は夜であった。浜辺に赤々とかがり火が燃え、人々の手を打ち歌いはしゃぐ声が聞こえる。村人が集まって放念祈りの踊りをしているのであろう。キラコシさんは踊りの場所からだいぶ離れたところに船をつなぎ、オイラオルは船に残したまま、 そっと上陸した。静かに踊りの群れに近づき、矢印の影から覗いてみたが、踊る人々の中にも、見物の中にも、妻のエビルの姿は見えない。彼は心重く、斧が家へと帆を運んだ。ひょろ高い貧老樹小立ちの下の敷石道を、ギラコシさんは忍び足で、日のない家に近づいた。 家に近づくのがただなんとなく怖かったのである。猫のように闇中を見通す未開人の目で彼がそーっと家の中を伺ったとき、彼はそこに一組の男女の姿を見つけた。男は誰かわからないが、女がエビルであることだけは間違いない。瞬間、ギラコシさんは、ほっと、助かった、という気がした。 目前に見たことの意味よりも、いきなり妻に怒鳴りつけられることから免れたことの方が、彼にとって重大だったのである。次に彼は何か少し悲しい気がした。嫉妬でも憤怒でもない、大嫉妬家のエビルに向かって嫉妬するなどとは到底考えられるのことだし、怒りなどという感情はいじけたこの男の中からとうにまめつし去っていて、 今は少しの痕跡さえ見られない。彼はただ何かほんの少し寂しい気がしただけである。彼はまたそっと足音を忍ばせて家から遠ざかった。いつかギラコシさんはヘルデベヘルのアバイの前に来ていた。中からかすかに明かりの漏れるのを見れば誰かがいるに違いない。入ってみるとガランとしたうちに やしがらの日が一つともり、その日に背を向けて一人の女が寝ている。孫を刀き李明だ。ギラコシさんは胸を踊らせて近寄った。向こう向きに寝ている女の肩に手をかけてゆすぶったが、女はこちらを向かない。眠っているのではない様子である。もう一度ゆすぶると、女が向こうを向いたまま行って 私はギラコシさんのメゲレゲルだから誰も触ってはいけない。ギラコシさんは飛び上がった。喜びに震える声で叫んだ。俺だ俺だギラコシさんだ驚いて振り向いたリメイの目に大粒の涙がみるみる湧いた。だいぶ長い間経って二人が我に帰った時、リメイはエビルを任すほどの強い女だったにもかかわらず、 サめざめと泣きながら、彼が来なくなってからの久しい間に、いかにミサオを立てるのが苦しかったかを書きくどいた。もう二三日も経てば、あるいはミサオを立て通しきれなかったかもしれないとも言った。妻があれほど陰本で、勝婦が書も低縮だという事実は、卑屈なギラ三本にも、ついに妻の暴虐に対する反逆を思い立たせた。以前の、 壮烈なヘルリスの結果を見れば、優しく強いリメ名がついている限り、いくらエビルが攻め寄せてきても恐れることはない。今までこれに思い至らず、ぐずぐずとあの猛獣の穴から逃げ出さなかったとは、なんという愚かなことだったか。逃げよう。と彼は言った。この際にもまだ逃げるなどという臆病な言い方を彼は用いた。逃げよう。 お前の村へ。ちょうど、モゴルの契約期間も満期になる頃だったので、リメイも彼を伴っての既存を承知した。二人は、かがり火の周りに踊り狂う村人たちの目を避け、手を携えて、感動から浜に出ると、先ほどつないでおいた丸木船に乗り、夜の海に浮かび出た。翌朝、白々明けに、船はリメイの故郷、 あるもの食いに着いた。二人は、メイの親の家に行き、そこで結婚した。ほど経て、例のカヤンガル出来のオイラオルを村の州に披露し、方々盛大なムルをあげたことは言うまでもない。一方、エビルは、夫がまだカヤンガルで、オイラオルの出来上がりを待っているとのみをもって、日夜数人の未婚の青年を集めて、地上にふけていた。 しかしある日のこと、あるもの食い近辺から来たヤシミツトリの口から、ついに事の真相を聞きつけた。エビルはたちまちカーッと逆上した。世の中に自分ほどかわいそうなものはない。おぼかず女神の体がパラオの島々と化して以来、理名ほど性の悪い女はない。とはめき、わあわあ泣きながら家を飛び出した。 海岸のあバイのところまで来ると、その前の大ヤシの木に手をかけて登ろうとした。昔、大変古い昔、この村のある男が、うどうどとうでんと女とを友人に欺き取られたとき、その男はこのヤシの親木。今からずっと前に枯れてしまったが、その頃はまだヤシとしての男盛りで、村一番の竹高い木であった。 に駆け上がり、そのてっぺんから村中の人々に呼びかけて、己の欺かれた次第を告げ、欺瞞者を呪い、世を恨み、神を恨み、己を生んだ母親をも恨んで、それから地上へ飛び降りた。これが言い伝えに残る、前にも後にも、この島ただ一人の自殺者だが、今エビルはこの男に習おうとした。しかし、 男にならわけなく登れるヤシの木も女にはなかなか難しい。ことにエビルは太って腹が出ているので登りやすくするためにヤシの幹に刻んだ切り傷を五段もよじ登ると早くも呼吸が切れてきた。もうこれ以上はどうしても登れそうもない。悔しさにエビルは大声を出して村人を呼んだ。そうしてその高みから それでも地上二軒ぐらいは登っていたろう。ずり落ちまいと必死に幹にしがみつきながら、己の哀れな境遇を訴えた。海蛇の名に近いヤシガニとコバンザメの名にかけて、夫とその上布とを呪った。呪いながら涙にかきくれた目で下を見ると、村全体が集まっているに違いないと思った機体がすっかり外れた。下にはわずか、 五六人の男女が口を開けて彼女の筐体を見上げているだけだ。誰ももうエビルの教官には慣れてしまって、また始まったと昼寝の枕から首も上げないのであろう。とにかく相手がわずか五六人では何もこんなにわめくがものはない。それにさっきから膨大な体がともすれば滑り落ちそうで仕方がない。エビルは今までの共感をピタリとやめ、 多少決まり悪げな笑いを浮かべて、のそのそ降りてきた。下にいた数人の村人の中に、エビルがギラコシさんの妻になる以前に大変年頃であった一人の中年男がいた。悪い病のために鼻が半分落ちかかっていたが、大変広い腕を持った村で二番目の物持ちである。降りてきたエビルはこの男の顔を見ると、 自分でも訳が分からずにニコリとした。途端に男の視線が熱いものとなり、たちまち意気投合したのであろう。二人は手を取り合って、うっそうたる玉なじの茂みの下に歩み去った。残された少数の見物人も別に驚きはせぬ。二人の後ろ姿を見送って、にやりと笑ったばかりである。四五日すると、エビルと共に白中、 玉名の茂みに姿を消した中年男の家に、エビルが公然と入り込んだことを村人は知った。花の半分落ちかかった村で二番目の物持ちは、ちょうど最近、妻に死なれたばかりだったということである。かくて、ギラコシさんとその妻のエビルとは、二人とも、ただし名々別々にではあるが、幸福な後半生を送ったと、 今に至るまで村人たちは語り伝えている。話は以上で終わるのだが、ここに出てくるモゴル、すなわち未婚女の男性への奉仕という習慣は、ドイツ領時代に入るとともに近絶されてしまい、現在のパラオ諸島にはその後をとどめていない。しかし、村々の老婆に尋ねてみると、彼女らはいずれも、 若い頃その経験を持ったとのことである。嫁入り前には誰しも必ず一度は他村へモゴルに行ったものだという。さて、今一つのヘルリス、すなわち恋喧嘩に至っては、今なお至るところで盛んに行われている。人間のあるところ恋あり、恋あるところ嫉妬ありで、けだしこれは当然であろう。現に筆者も彼の地に滞在中、 親しくこれを目撃したことがある。ことの次第も、その激しさも本文中に述べた通りで、私の見たのもやはり言いがかりをつけてきた方が帰り家にあってわーわー手放しで泣きながら帰っていったが、昔と少しも変わるところがない。ただ違うのは、これを取り巻いて林やし応援し批評する慣習の中に、 ハモニカを持った二人の現代風な青年の混じっていたことである。二人とも最近コロールの街に出て求めたに違いない、揃いの真っ青な新しいワイシャツを着込み、縮れた髪にポマードをべっとりと塗りつけて、足こそ裸しながらなかなかハイカラないでたちである。彼らは活劇の伴奏のつもりなのであろうか、いかにも気取ったポーズで首を振り、 足踏みをしながら、この激しい必要な闘争の間中、ずっと軽快なマーチを吹き続けていた。昭和17年11月。